希望の党は日本の政治団体。略称は希望。2017年9月25日決闘の旧希望の党で国民党が民進党と合流し国民民主党を決闘する文党を玉木雄一郎代表に提案され、それを了承する形となった松沢政文参議院議員団代表を中心とする保守系議員により2018年5月7日に決闘された。 2019年6月5日に、政党要件を失い、政治団体となった。2017年9月25日に、小池由里子東京都知事が、地域政党、都民ファーストの会を母体とする形で、希望の党を設立。28日には、民進党が希望の党との合流を決め、第48回衆議院議員総選挙後には、 所属衆議院議員の大半が民進党出身者となった。小池は11月14日に党代表を辞任。公認の代表となった玉城祐一郎は民進党との連携を重視し、統一会派結成を模索したほか、2018年1月26日の両院議員懇談会では安全保障と憲法に関する党見会を決闘時から 軌道修正する形で発表。これらの動きに反発していた松沢成文参議院議員団代表ら、保守系議員は2月7日の役員会で正式に文頭を提案した。その後玉木ら党執行部は松沢らの文頭協議と並行して民進党との合流を模索し、最終的に4月26日の両院議員総会で松沢らとの文頭と、 民進党との合流を正式に決定した。2018年5月7日、決闘記者会見を開催。希望の党が5月7日に回答し、希望の党と、旧希望の党代表、玉城雄一郎ら新党参加者による国民党に分党する形で5月7日に即日発足。旧希望の党から中山茂明、井上一徳の衆議院、議員二名、松沢、行田邦子、 中山京子の参議院、議員3名の国会議員計5名が参加し、松沢が代表に就任した。衆議院では、旧希望の党の会派は、希望の党、無所属クラブであったがこの会派は、国民民主党、無所属クラブへ移行したため、新会派、希望の党を届け出た。参議院では、旧希望の党会派、希望の党所属の3名全員が新希望の党に、 参加したため、会派の移動はなかった。7月24日、決闘大会を開き、憲法改正や消費税増税の凍結や、原発ゼロ、省庁再編などの12項の基本政策が発表された。10月には松沢が日本維新の会に対し、参議院での統一会派結成を打診。10月24日召集の臨時国会では、 統一会派の結成を見送ったが、通常国会招集を前にした2019年1月23日に、参議院での統一会派、日本維新の会、希望の党を結成した。第25回参議院議員通常選挙をめぐっては、改選を迎える行田が1月8日に不出馬を表明。中山京子も4月8日に不出馬を表明した。4月の第19回統一地方選挙では、 南関東地域を中心に公認、推薦候補計32名を擁立したが、公認候補については当選者を出すことができなかった。党の存続が危ぶまれる状況にあることから、5月9日に松沢は参院選までに日本維新の会との合流を目指す意向を表明した。しかし、同月28日の議員総会で日本維新の会との合流を目指す方針に、 党内の理解が得られなかったとして、松沢が、代表職を辞任し公認の代表に、中山茂明が就任、また行田も幹事長を辞任し、後任の幹事長に、井上一徳がついた。5月30日、新代表の中山茂明は会見で、第25回参議院議員通常選挙に党としての、候補者の擁立はしない方針を示した。 6月5日、行田邦子が離党したことに伴い政党要件を喪失した。その後、松沢成文も離党。7月28日に中山京子が任期満了で退任したことに伴い、参議院での議席を失い、日本維新の会との統一会派も解消された。12月6日に本部を東京都千代田区長田町二丁目17番10号。 サンハイム長田町203号室に移転した。2020年9月16日の主犯指名選挙では、党代表の中山茂明に投票し、中山は2票を得た。10月27日、旧国民民主党のうち、立憲民主党との合流に参加しなかった議員が9月に新たに結成した国民民主党が、立憲などとの統一会派から離脱し、 希望の党の2名及び無所属の高井隆と新会派、国民民主党、無所属クラブを結成。これに伴い、会派、希望の党は解散届を提出した。11月28日には井上が希望の党に席を置いたまま国民民主党京都府連の特別幹事に就任した。井上は旧国民民主党時代から同党のサポーター登録をしており、 引き続きサポーターの立場から関わるとしている。2021年2月1日、井上が離党届を提出し、所属議員は中山のみとなった。公領として、以下の内容を掲げ、立憲主義と民主主義に立脚主党を運営していくとした。改革保守、希望の党から国民を守り抜く、未来を切り開くの副題を添えながら、以下の12の基本政策を提示している。 消費税増税の凍結原発ゼロ新たなエネルギー体系の構築未来を見据えた省庁再編地方への三元異常成長分野への重点投資将来不安の解消人への投資と教育の充実文化の成長戦略多様性社会の実現安全で安心な国土の実現現実的な外交安保政策憲法改正級希望の党の創設者で代表特別顧問を歴任した 小池由里子東京都知事は、都政に専念するとして、引き続きの特別顧問就任を誇示、役職から外れた。2021年2月1日現在、所属国会議員数1名。ありがとうございます。